どうもこんにちは、イヤホンのロイタこと亮太です。最近またちょっとね、寒い日が続きますが、皆さん体調崩してたりしませんか？大丈夫ですか？今日はこの動画で商品を紹介するっていうテーマとは少し違うんですけれども、気になるものを発見いたしましたので、イヤホンで扱ってる商品とかっていうわけじゃないんですが、紹介してみようかなと思いました。こんなんがね、じゃあ出たんですよ。知ってました？旧ヘッドホンっていうヘッドホンらしいんですけど、これねちょっと前にウェブニュースとかで見かけまして、紹介してみようかなと思いました。でこれ旧ヘッドホンっていうヘッドホンは、実はなんとあの金箔ことゴールデンボンバーのヘッドホンなんですって。でこの旧ヘッドホンの特徴といたしましては、なんとヘッドホンだけで音楽が聞けちゃうっていうのが特徴になってまして、ヘッドホンの中に多分メモリーが入ってるんでしょうね。でそこにゴールデンボンバーのシングルコレクション全37曲入っているんですって。めめしくてとかね、ドローラの傷だらけとか37曲も入ってるわけです。ですからゴールデンボンバーが好きな人にとっては、もうゴールデンボンバーしか今聴きたくないっていう時はこのヘッドホンをつけて再生ってやれば、もうずっとゴールデンボンバーの曲が延々リピートされるっていうヘッドホンなんですね。なんか面白いですよね。この旧ヘッドホンっていうのは、実は先ほど言ったことをいきなり覆しちゃうんですけど、ゴールデンボンバーの専用ヘッドホンってわけじゃないんですよ。今回これ第1弾として旧ヘッドホンがゴールデンボンバーとコラボレーションをした第1弾製品として受注販売をするようで、それが第1弾とされています。第2弾以降はなんか企画はされてるみたいなんですけど、今のところはまだ発表されていなくて、旧ヘッドホンの Q っていうアルファベットのね、 Q が何を意味してるかというと、クイック、クイックね、すぐにっていう意味のクイックと、いい音っていう意味のクオリティと、あと最適なチューニングがされてますよっていうクオリファイっていう、この3つの Q を組み合わせて旧ヘッドホンっていう風に名前を付けたみたいです。すぐにがいわゆる音源が内蔵されてるから、プレイヤーがなくても使えますよっていう意味合いで、いい音っていうのが、このヘッドホンがなんとメイドインジャパンの最高の技術を搭載したヘッドホンとされているので、ヘッドホン自体プロのクリエイターが愛用してきた高品質な音が特徴。クオリファイっていう最適チューニングっていうところに関しては、アーティストの音楽を聴くために最適にチューニングされた Q で耳に馴染む上質な音をぜひお試しくださいとなっているので、これもしかするとそのコラボレーションするアーティストに合わせてチューニングとか変えてるのかもしれないですね。そこまではちょっと書いてる内容では読み取れないんですけれども、で音源内蔵って言われるとなんかもうそれだけしか使えないみたいなイメージがありますよね。一応ケーブルを接続して普通のヘッドホンとして使うこともできるんですって。まあファンアイテムとしてご購入された方も後々普通のヘッドホンとして使うこともできちゃうっていうのはいいところじゃないかなと思いましたね。でこの Q っていうヘッドホンのね、これで見たわけかな、ハウジングについてる Q のアルファベットの部分っていうのが、実はその操作盤ボタンになってるらしくて、これなかなかおしゃれだと思いませんか？僕最初見た時によーくこう、まあこれ画像しかないんですけど見て、なんか見たことあるなと思ったんですよ。ここのヘッドホンの横のところのここのパーツが、これ見たことあるぞって、あのヘッドホン似てるなと思ったら案の定そうだったっていうのが、サウンドウォリアーの SWHP10 とかイヤホンの SWHP11 ってありますよね。あれとここのパーツがよく似てるんですよ。まあ、一緒かもしれません、もしかしたら。ってことはと思って調べてみると、もうこれ公開されてるんですけれども、この旧ヘッドホンに関しては株式会社すき焼きという会社が白下工業、つまりサウンドウォリアーの製造元ですね、とコラボレーションして進めているプロジェクトのようで、作っているヘッドホンをハードウェアを作ってるのが白下工業、つまりサウンドウォリアーの会社が作ってるらしいんですよね。まあそこのヘッドホンは全部ね、確か長野にある工場で、全部メイドインジャパンで長野の国内の工場で作られてますから、クオリティ非常に高いっていうのがポイントですね。これだからちょっとイヤホンでは製品のその性質上受注生産とかっていうこともありますし、あくまでもこれ多分現状はアーティストさんの運営サイドで販売をするっていう製品のようなので、イヤホンでの販売は現状できないんですけれども、今後どうなっていくのか気になる製品なんですよね。こうなんか自分が好きなアーティストさんがコラボとかしてくれたら面白いなって思ったりとかするんですけど、どうでしょう皆さん、金箔ゴールデンボンバー好きな人は、受注開始が4月の13日らしいのでチャレンジしてみませんか？それではイヤホンのロイタこと亮太でした。バイバーイ。
て、これなかなかおしゃれだと思いませんか？なかなかおしゃれだと思いませんか？